私はパニコ。夫の守と結婚して3年目、未だに子供には恵まれていません。結婚後すぐに子供が欲しいねと話していたのですが、なかなかできずにいたので最近になって妊活を始めたばかりです。私たちは結婚してすぐに姑と一緒に暮らし始めたのですが、姑は私と2人きりになると子供の話題をすぐに持ち出し、ものすごく私を責めたり、ひどい闇を言ってきます。結婚直後から姑には早く孫を産めと言われていたので、なかなか妊娠しない嫁が気に入らないらしく、子供を産めという圧が最近さらにすごくなってきたのです。パニコさん、まだ妊娠しないの？一体いつになったら守の子供の顔を見せてくれるの？すみません、いろいろと頑張ってはいるんですけど、それで今度不妊治療を始めようかと考えているところで、守とも不妊治療の話をしているところなんです。もう結婚3年目よ、もたもたしてたらダメよ。あのね、パニコさんは早く子供を産まなきゃ期限が決まってるんだから。はい、分かってます。でも授かり物ですから。嫁のあなたがそんなのんきなこと言ってるからできないのよ。すみません。いい、あと半年以内に妊娠しなければ離婚も考えてもらうからね。そんな、お母さんちょっと待ってください。守の嫁が産めない嫁なんて、ご近所さんに知れたらなんて言われるか。使えない嫁をもらったなんて恥ずかしくて言えたもんじゃないわ。それに子供ができない嫁なんていたって意味がないじゃないの。でも守さんとは子供を産むために結婚したんじゃ。あなたのそういうやる気のなさがきっと妊娠できない原因ね。たく、いつになったら嫁の役目を果たすことやら。私の話を聞くこともなく、ただひたすら私を蔑み文句を言い続ける姑。私はこのことがあってからすぐに不妊治療を始めました。いろいろと検査をして、特に私に問題があるわけではなかったのですが、それから半年経っても妊娠することはありませんでした。そこで念のため守にも検査を受けてもらうことにしました。仕事が忙しいというので、守の検査結果は私一人が聞きに行くことに。数週間後、その結果を聞きに行った日のことです。私は大切な結果報告をしなければなりませんでしたから、寄り道をせずに病院からまっすぐに帰ることにしました。家に帰ると仕事だったはずの守が家にいるようで、玄関に靴がありました。そしてそっと家の中に入ると、リビングで姑と守が盛り上がっていました。こんなに早く私が帰ってくるとは思っていない2人は、私が帰ってきたことに全く気づいていない様子。大声で話しているので、何を話しているのだろうと思って聞き耳を立てると、久しぶりに瑞希と会って、やっぱり居心地が良かったよ。そうでしょう、そうでしょう。瑞希さんのお母さんとは昔から仲良くしてるし、やっぱり守に合ってるわよ、瑞希さん。瑞希も楽しそうだったし、瑞希からまた次の食事も誘ってくれたしな。瑞希さん、守のことまだ好きなのよ。このまま嫁として使えないパニコさんといるよりも、瑞希さんと新しい人生を一緒に歩む方がいいんじゃないの？まあそうかもな。俺も子供欲しいし、瑞希との間の子供ならきっと可愛いだろうな。そうよ、産めない嫁と一緒にいたって仕方ないわよね。母さん、俺さ、子供は4人欲しいんだよ。あら、じゃあ早くしなくちゃ。子供の産めないパニコさんといつまでもダラダラしてないで、早く瑞希さんと一緒にならないといけないじゃないの。だよな。でもさ、どうやって切り出すんだよパニコに。普段私がいろいろときつく当たってるんだけどね。鈍感すぎて感じてないのかしらね、パニコさん。あれだけ言われても何にも響いてないみたいなのよ。まあパニコは鈍いからな。そうよね。あの子ちょっとね。瑞希さんというのは守の同級生であり元カノです。あろうことか、守と姑は私を追い出して瑞希さんとやり直して結婚するという相談をしていたんです。私はショックで思いっきりドアを開けてしまいました。その瞬間、凍りつく空気、
しかしその空気を壊したのは姑でした。あら、パニコさんいたの？もしかして聞いちゃったのかしら？ええ、聞きました。それなら話は早いわね。マモルはあなたと離婚して水木さんとやり直すから、あなたもそれでいいわよね。だって悪いのはあなたよ。マモルは本当にそう思ってるの？さっき話してたこと嘘よね、マモル。本当だよ、母さんの言う通り、俺たちはこのまま夫婦でいるべきじゃない。え？やっぱさ、俺だって子供欲しいんだよ。子供が産めないって分かってたら結婚しなかった。私に子供を産ませるために結婚したっていうの？私のことを愛してるんじゃないの？私は子供がいなくたって平気よ。守るとずっと二人きりでもいいと思ってる。私は守るを愛しているから結婚したのよ。俺はもう無理だよ。何年待っても産めないお前とは一緒にいたくない。お前、嫁として俺の遺伝子残せないとか役立たずじゃないか。そんな。私はまさか守るまでそんなことを言うと思ってなかったので、ショックで仕方ありませんでした。これまでずっと姑の嫁いびりに耐えてきましたが、妻を守ってくれるはずの夫までが私を追い出そうとしていたとは。私はこの瞬間、自分の中で何かがパチンと弾けた気がしました。そして守への愛情も一気に冷めてしまったんです。この二人にいつか目にもの見せてやる、そう思った私はすぐに離婚を決意しました。それから守とも姑とも全く顔を合わせることなく3年が過ぎました。この3年の間、私は再婚してとても幸せな日々を送ることができていました。そんなある日、私がデパートで買い物していると後ろから声をかけられたので、振り返るとそこにはあの姑が立っていました。私がびっくりしているとニヤニヤしている姑の後ろから守と彼女らしき人物が出てきました。あら、パニコさん、偶然ね。よう、パニコ、元気だったか？あら、あなたまだ一人なの？ま、再婚なんてできないでしょうけどね。彼女ね、ほら、あの時話してた水木さん。水木とはもうすぐ結婚するんだ。そしたらすぐに子供作ろうって話しててさ、嫁として使い物にならないお前と別れて正解だったよ。へえ、そうなんですか。それは良かったですね。あら、悔しい？悔しいでしょうね。まあ、産めないあなたには一生叶わない夢でしょうけどね。だな、早く水木と結婚して俺の子供に会いたいよ。私はこの時を待っていたんです。私はまたとない絶好の復讐のチャンスを手にすることができました。そこでニヤニヤしている元姑とドヤ顔している守に、あの時言ってやれなかったことを言ってやりました。悔しくありませんよ。だって私もう再婚してますから。え？再婚？あなたが？ええ、守ると別れて1年経たないうちに。守と離婚したおかげで今の優しい夫と出会えたから、逆に感謝してますよ。なんですって？あの頃は本当に地獄でしたけど、今は天国みたいですよ。嫁いびりしてくる姑もいないし、嫁を守ろうともしないクズ夫もいませんから。なんだと？たく、いつまで経っても可愛げがない女ね。でも世の中には物好きもいるのね。こんな産めない嫁なんてもらって。あ、いた、ママ。長男が私のことを探していたようで、私に駆け寄ってきて思いっきり抱きついてきました。ママ？うちの息子です。再婚してすぐにできたんですよ。甘えん坊さんで、ね、もう可愛くて。おい、嘘だろ。あそこに立ってるのが夫、それからベビーカーの中にいるのが娘です。息子が生まれてからまたすぐに妊娠したんです。もう二人もいるのかよ。はあ、そうそう、あんたさ、近々結婚して子供が欲しいなんて浮かれてるみたいだけど、あんた一生子供できないから。は？何言ってんだよ。どうしてよ。私が妊娠しなかった原因、守りですから。あの日、検査結果を報告するために急いで家に帰ったら、産めない嫁を追い出す作戦聞いちゃって、
それで報告どころじゃなくなっちゃったんですけどね。実は結果は守の方が不妊だってことでしたから。嘘だ、そんなはず。嘘おっしゃい、守が不妊だなんて。じゃあ確かめたらどうですか。病院で検査してもらったらすぐわかりますよ。そんな、守に限ってありえないわ。それからもう一ついいこと教えてあげますよ。私次の子も妊娠中なんです。キャー、私実は妊娠しやすい体だったんですよ。私がそう言うと姑は青ざめ、守はわなわなと震え出しました。するとそんな二人にさらに追い打ちをかける人物がいました。守の再婚予定の女性、水木さんです。私やっぱり結婚は考えさせてもらいます。ちょっと待って、どうして。当たり前でしょ。水木さんがそう言うと元姑と守の怒りは私に向けられました。ほら見なさい、あなたのせいで水木さんが結婚をやめちゃったじゃない。は？私のせいなんですか？そうだ、お前のせいで。ちょっと待って、パニコさんのせいじゃないわ。え？私が嫌になったの。こんな二人と結婚生活を送ることが。さっきからパニコさんにひどいこと言って、私も結婚したら夫からは冷たくされて、姑からは嫁いびりされるんだって思ったら怖くって。嫁いびりなんてしないわよ。だって現に元奥さんに二人してひどいことを平気で言ってるじゃない。ちょっと待ってくれよ、考え直してくれよ。考え直すのは自分の行動じゃない。一度検査に行ったら。じゃあね。水木。守は水木さんを泣きながら追いかけていて、元姑は頭がパニック状態でおろおろしていました。その後聞いた話によると、守の検査は私が言った通りだったようで、水木さんとは破局、今では引きこもり状態なのだそうです。元姑は夢見ていた孫に会えないことが確定し、守と同じように抜け殻のようになっているとのことです。私はというと、今では新しい旦那ともうすぐ生まれる赤ちゃんの準備を一緒にして幸せな毎日です。ねえ、今日病院で定期検診してきたんだけどさ。うん、お腹の赤ちゃん順調だった？実はね、双子でした。嘘、マジ？あれ、ってことは一気に子供4人ってことになりますね。イシシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。